カルチュラル・スタディーズ。カルチュラル・スタディーズは20世紀後半に主にイギリスの研究者グループの間で始まり、後に各地域へと広まっていった文化一般に関する学問研究の潮流を指している。政治経済学、社会学、社会理論、文学理論、メディア論、映画理論、文化人類学、哲学、芸術史、芸術理論などの知見を領域横断的に応用しながら、 文化に関わる状況を分析しようとするもの。日本語に直訳すれば文化研究あるいは文化学だが日本国内ではもっぱらカルチュラルスタディーズと表記される。カルチュラルスタディーズが成立する背景としてレイモンド・ウィリアムスなどのマルキストによる総合的記号論や新たな方法論による文化文学研究がイギリスで展開しさらに非白人研究者が イギリスの大学で次第に発言力を強めていった点が挙げられる。彼らによってそれまで研究されてこなかったイギリス社会の様々な側面が着目されるようになった。スチュアート・ホールとディック・ヘブディジによって1964年にバーミンガム大学に設立された現代文化研究センター CCCS センターフォーコンテンポラリー・カルチュラル・スタディズが この造語の木であり、また主要な震源地となった。いわゆる高級文化だけでなく、サブカルチャー、大衆文化をも手がかりとしうる点で、それまでの研究と異なっていた。1970年代後半に、イギリスでは、保守、反動的な動きが起こると、それに対する学問的批判として、それまでの反体制的、批判的試みの代表格であったマルキシズムに、 新たな視点が加えられ、その応用として新たな文化研究や文学研究が先日のバーミンガム大学を中心に発展していった。さらに、アメリカでもこれに対応する学問研究がなされるようになった。多くの場合カルチュラル・スタディーズにおいては、ある特定の現象が、イデオロギー、人種、社会階級、ジェンダーといった問題と、どのように関連しているかに焦点が当てられる。 カルチュラル・スタディーズの研究対象は日常、生活における意味と行動である。文化的行動には、所定の文化において、人々が特定の行動、テレビを見るとか外食をするとかをする仕方も含まれ、どんな行動をするにせよ、様々な道具を用いる、iPod、拳銃。カルチュラル・スタディーズは、人々が様々な道具や行動にどんな意味と用法を与えているかを研究する。 資本主義が世界を覆いつつある、いわゆるグローバリゼーション今日では、カルチュラル・スタディーズは、西洋世界のヘゲモニーに対してローカルないし、グローバルな、様々な形式で行われてい抵抗について、批評を行っている。既読を雑把に言えば、カルチュラル・スタディーズという言葉が、地域研究と、ほぼ同義に用いられることもあるし、イスラム研究、アジア研究、アフリカ系アメリカ研究、 アフリカ研究、ドイツ研究、等々の個別文化の学術的研究を指す一般的用語として用いられることもある。研究者によっては大学機関におけるカルチュラル・スタディーズの起源を1920年代にデンマークのフォルクスクルールズで行われた初期の人類学的研究や1930年代に北アメリカのアパラチアにあるハイランダースクールで行われた研究や 1970年代にケニアで行われたコマーイスプロジェクトに求める人もいる。しかし厳密に言えば、カルチュラルスタディーズ課程は、ジョージ・メイソン大学の PhD 課程のように、特定地域の研究を意味するものではないし、特定の文化的行動に関わるものでもない。ジャウディン・サルダーはその著書、カルチュラルスタディーズへの招待で以下のように、カルチュラルスタディーズの主要な特徴を5つ挙げている。 この分野の研究が始まって以降、イギリス及びアメリカ合衆国の研究者たちは1970年代後半にカルチュラル・スタディーズに類する様々な研究を行ってきた。もともとイギリスのカルチュラル・スタディーズは1960年代にリチャード・ホガートとスチュアート・ホールの影響下でバーミンガム大学の現代文化研究センターで発展した。このため、イギリスでは カルチュラル・スタディーズは、明白に政治的で、左翼的立場に立って、民衆文化、ポピュラー・カルチャーに対して、資本主義的大衆文化、マス・カルチャーであるという反応を行った。この意味で、イギリスのカルチュラル・スタディーズは、フランクフルト学派の文化産業批判の一部を受け継いだ。このことは、イギリスの初期のカルチュラル・スタディーズ系研究者の著作や、その影響を見れば明らかである。 例えば、レイモンド・ウィリアムズ、スチュアート・ホール、ポール・ウィリス、ポール・ギルロイ等。反対に、当初から、アメリカのカルチュラル・スタディーズの関心は、主観性の理解に傾いており、大衆文化の需要ないし使用の仕方という領有のありさまに的を絞っていた。アメリカのカルチュラル・スタディーズ研究者たちは、何かのファンであることには、開放的な側面があると書いている、ジョン・ギロリー。 コンスタンス・ペンリーなどの批評家の著作を参照。ただし、このような英米のカルチュラル・スタディーズの相違は次第に薄れていった。とりわけ初期のイギリスのカルチュラル・スタディーズに言えることだが、分析にあたってマルクス主義のモデルを適用する研究者もいる。この系統の研究は主にフランクフルト学派に層を得ている。正当的なマルクス主義的研究の場合、 意味の生産の問題に焦点を当てる。つまり、文化の大量生産を所有として、文化的産物の生産過程に随伴する権力に注目する。マルクス主義的見解によれば、意味の生産をコントロールする、もの、経済的、基礎が基本的に文化もコントロールしている。ただしカルチュラルスタディーズの中には、フェミニズム的、カルチュラルスタディーズや、 後年アメリカで発展した形態のように、こうしたマルクス主義的見解から距離を置くものも多い。その場合、どのような文化的産物にも単一の支配的意味があり、万人に分けもたれているというマルクス主義的研究の前提が批判される。非マルクス主義的手法を取る場合、文化的産物の消費方法は様々であり、この多様性が意味の生産に影響するとされる。恒例は コール・ドゥ・ゲイほか、実践カルチュラル・スタディーズ、ソニー・ウォークマンの戦略であり、人々がある商品に与えている意味は、商品の生産者によってコントロールされているという考えに意義が申し立てられている。要するにこの場合、消費者は受動的であるという従来の見解が批判される。文化的テクストを人々が読み、使用し、解釈する。 様々な仕方を強調することによって従来の見解に意義が申し立てられている。むしろ消費者は生産物の意味を領有もできるが自ら拒否したり意義を唱えることもできるのである。こうした研究手法のおかげでカルチュラルスタディーズの焦点は商品の生産の問題から次第にずれていった。代わりに重視されるのが商品の消費の問題である。消費者が 生産物を消費する仕方が商品の意味を作り上げるからである。論者の中には消費行動と文化的アイデンティティが密接な関わりを持つとする者も,もいる。代表的な論者はスチュアートホールである。このように意味の問題へ視点が変わっていったことをカルチュラルターンと呼ぶ人もいる。カルチュラルスタディーズではテクストという概念は文字言語だけを意味するわけではなく映画、写真、 ファッション、髪型などにも適用される。つまりすべての有意味な文化的産物がテクストと呼ばれるのである。同様に文化という概念も広い意味で解釈される。カルチュラル・スタディーズにとって文化とは、従来のハイカルチャーとポピュラカルチャー、大衆文化だけを含むものではなく、日常的な意味と行動も含んでいる。実際、カルチュラル・スタディーズの主要な研究対象は後者なので、ある。 さらに最近の研究手法としては、比較文学の手法を応用した、比較文化研究、比較カルチュラルスタディーズというものがある。カルチュラルスタディーズは、統一的な理論ではなく、様々な異なる手法、方法論、学問的観点を包含する研究領域である。どの学問分野にもあることだが、カルチュラルスタディーズの研究者内部でもしばしば論争が起きている。しかし、 他の領域の研究者からカルチュラルスタディーズが一括して批判の対象になることも多い。カルチュラルスタディーズを一過性の流行扱いして済ますことも珍しくない。イェール大学人文学部教授ハロルド・ブルームはカルチュラルスタディーズ系の文学研究を明白に適視し,している。ブルームは書評サイトシースパンの2000年9月3日号に掲載されたインタビューで次のように述べている。 文芸評論家のテリー・イーグルトンは、ブルームと違って、カルチュラル・スタディーズ全体を敵視しているわけではないが、いくつかの側面について、批判を行った。アフター・セオリー、2003年等の著書で、イーグルトンは、カルチュラル・スタディーズの長所と短所について、体力次のように述べている。文学研究と文化研究、カルチュラル・スタディーズは、共に人生の基本的問題について、 重要なことを述べる潜在能力を秘めている。しかし理論家たちは、この潜在能力になかなか気がつかない、と。カルチュラル・スタディーズに対する最も強烈な非難は、物理学者のアラン・ソーカルが行ったもので、このいわゆるソーカル事件は、カルチュラル・スタディーズの雑誌、ソーシャルテクスト舞台に起こった。ソーカルはこの雑誌に一本の論文を投稿したのだが、これはソーカル曰く、 カルチュラル・スタディーズ系の人文学研究者の論証方法をパロディ化したものだった。この論文が受理され出版された後にソーカルは虚偽の内容だったことを暴露した。この行動をソーカルは以下のように説明している。一方、カルチュラル・スタディーズの立場に立つ学者たちの側でも、文芸批評、科学、経済学、社会学、人類学、 芸術史等旧来の学問分野に対して批判を加えてきた。日本では1990年代に影響力のあった批評家の唐谷幸人がカルスタと揶揄したことが一般に広まり、この略称が用いられる時には厳密な方法論的検討を経ずに多様な学問領域をお手軽に横断してしまう研究という揶揄するようなニュアンスが伴っていることがある。 カルチュラル・スタディーズは学際的領域であり、理論的にも実際的にも多様な立場の論者を含んでいる。以下の理論家がこの領域で影響力がある。ただし網羅的なリストではない。日本においては、比較文明学という別のアプローチからなる学問が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。